皆様おはようございます。ジャイロギ県のソンマルでございます。本日は福島区イオン野田阪神付近様へお散歩させていただいております。そして僕が引いた抽選番号は31番、獲得した台がそうです、ガンツ覚醒ラッシュ180バージョンですね。大当たり確率 199.1 分の1、1種2種のライトミドルとなっております。でラッシュ突入率が 53%、 継続率トータル 72% となっております。で大当たり時ですが 47% が通常です。そしてなんとびっくり、 53% のラッシュを獲得すると、まあ、450発もらえて180回転のラッシュに飛びますよと。180回転のうちに143分の1を引き続ければ終わらないという夢のようなスペックとなっております。で右打ち時の振り分けですが、 20% がまあリセット、180回転戻りますよと、50回転消化して残り130回転でも 20% を引くとリセットされて180回転に元通りと。で 25% が1500発獲得プラスラッシュ、そして残りの 55% がなんとびっくり3000発ボーナスとなっております。恐ろしいね、恐ろしいライトミドルだね。ライトミドルと言っていいのかもよくわからない、そんな台です。そしてカスタムの説明なのですが、今もう業先告知にしてます。これが 44.4% です。先バレですね、ギョーンというねすごい音で泣きますこの子で、それが鳴った時点で 44.4% 期待度がね、期待度が 44.4% でございます。うわビビった、これなんすよ、もうねこれが俺腹立つのえげつな音鳴るでしょ。で赤くなるじゃないですか、あれってなるでしょ。でねもう保留変化してない時点で俺死んでんじゃないかなって思ってます。で当該でやっぱ老後落ちとか来ないとしんどいんじゃないかな、落ちてみ君、当該紫になりましたね。大丈夫いける、何もないよりはいいけど。でまあ おそらくギジさん、おそらくっていうかもう絶対ギジさんまではします、ギジさんまではしますね。で次がまた継続ですよね。でここで前作もあった X ガンのストックであったり Z ガンのストックの予告もあるんですけど、僕には何もストックくれないですね。引き弱え、引き弱い。で一応まあ出てないんですけど X ガンのストックで 60.5%、 Z ガン獲得すれば 85% で、ここで黒野くんが銃を構えたりした予告がないとダメなんですよ。で鬼でしょう、死にましたねこの時点で死にました、止めれないです。でここで弾放送、おマジって思うじゃないですか。ちょっとね僕はまだ信用してないです。これが千手観音であったり田中誠人ダビレとかならうわってなるんですけど、1でプツンかな確か、そういうことですよね。でこっから弾を覚醒とかも来んのかな、弾をザーってなってますけど、いやー俺は信用できないよね。でまあパーセンテージ期待度が上がっていっております。50最終の期待度が50で 75.3%、 60% まで上がると 85.6、 70% まで上がると 95.1、 75% まで上がるとなんと 75% なのになぜか期待度は 98.8% になるという夢のようなボタンが出てくるんですけど、50なら死亡、60でスタートラインだと思ってる。60いったなこれ、最終70なら俺はもう65やった、あかんよな死の 60% で 65% で 85.9% あるんですよ。嘘やん、やっぱ全部嘘やパチンコ嫌い。ジャイロギ県のソンマリです。うわビビった、わかんわ俺これなれへんかもマジで焦ったこいつお前当たれよ、そんなことをしてるんなら、そんな大きな音を鳴らすんなら当ててもらわないとマジで割に合えへんねんけど。200何本 ?84 回転かな、やめてやほんまにもう。200?
あ、こいつか、こいつや、282回転。あ、いきなりもう3つまでいったね。でね、保留もね、やっぱ赤になってくれるのしんどいかな。まあ一応保留の期待度、青で 5%、 紫で 17% かな、ちょっとごめんなさい、緑で 17.3%、 紫で 30.4%、 鬼でしょ、もう無理で、赤で 75% なんで、赤になってくれないとやっぱね話にならない。でゼブラになったら大当たり濃厚です。まあ後半には行くんですけども、もう当たらないんですよ、鬼に行ってしまうと。だってここまでの予告が弱すぎますね。お疲れ様でした。それは終わりますわ。最悪の紫の複合でしょう、 100% 当たってないです。あそこで押してガンツフラッシュが来たら大当たりですけど、もうそれぐらいこの当たらないっていうレベルなので、もう僕は打ち出しててもいいレベル、当たったらほんま丸坊主にしていいレベルですね。で赤もあります、これデフォですね、当たらない空。これがねもうマジで、あの先バレー、あの行先告知で疲れてから鬼出てきて、この二重の疲れ、俺これが腹立つんですよね。びっくりしますよ皆様、4枚目です。ライトミドルなのに4枚目引き弱え。これ反応来てんじゃないの、7つの大罪の挿入完了。あー、これ3回目のギョン死んだら俺マジで心折れるんですけど、大丈夫これ。うわー、びっくりした、もうやめてや、もうちょっと俺あかんわこれ、なれへんわ。いや今ねこう向いてたから、そらね仕方ない部分もあると思う。でも3回目ね、はいはい、3回目あーもうやめてほんまマジでビビるから。16、17、18、19、519回転ね。でしかもバイク便保留来ましたね、バイク便保留が来ました。しかも今までなかったここでの先読み付き保留変化、今までとは全く違う、ボタンがブルる可能性もあるんじゃないかって勝手に思ってるねんけど、どうなん。519はちょっとさすがに許してやな。520やね、520、すいませんでした、病気でした。でメーターが出てきて進むたびに保留が上がっていくっていう演出やったかな、確か。いきましょうか、レディーゴツー、レディーレディ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 先が SPSP、 まあこの SPSP が誰がおるかっていうのがもうそもそも重要なので、緑やろここで、うわこれ青、これさ行っても紫保留じゃない、ほらこの時点でもダメって思っちゃうんですけど、俺大丈夫ですか。大丈夫じゃないです、もうこの時点で、うわダメの精神や、それなら話は変わった、それはすいませんでした、紫をなめて申し訳ございません。 OK さん申し訳ない、まさかここでダビドは出てくると思ってなかったな。さすがにいけるでしょ、行った時点で9割ですからね、てか9割超えですから、さすがにこれは外されへんやろ。玉尾ゾーン、ここで玉尾ゾーン、さすが素晴らしいです、ありがとうございます。でもう表示 75% とかでいいんじゃない、よかった、520回転で当たりましたね、さすがに 90.5% で玉尾でしょ、で50、75.3 来たよ、でも大丈夫、ありがとう、 OK、 よかった、あーよかった、もうやめて、あ、すごい気持ちいい、全部忘れる、許す、それはまあ許しとくわ、許しとく許しとく、おめでとうみんな、ありがとう、あーよかった。で投資が3万2500円か、
ジャッジメントボーナス大丈夫ですかこれ。いや大丈夫やと思ってるよ、大丈夫やろうなとは思ってるんやけど。でチャンス告知は、まあ、イルミを上げていくって感じかな。でバトル告知、青春、やつくて下ち、で一発告知はもうボタン一発ですよね。まあとりあえず分かりやすくバトルからいきましょうか。で次はイルミからいきます、いきます。はい、右狙い待ちで、この子タイトルが赤であったり、この子が汗かいたり、いろいろチャンスアップあります。赤じゃないですね、まずいですよね。汗はでいきなりパトランプが光ってる場合もあります。これやらかしたんじゃないので、最後赤ボタンが 90%、 成人が汗で 75% 期待度があるんですけど大丈夫。タイトル赤で 75%、 何にもない。よっしゃ、しんど。47% 引きました。復活とかないです。これいや連打しても俺はないよ、こんなん。いつもの俺通りやん、こんなん。やった、いったわ、ごめんなさい、ありがとうございました。ごめん、俺復活初めて見た、申し訳ないっす、ごめんなさい。それはいくと思ってなかった。だってタイトルない、汗かいてない、回ってない、もう無理やん。で、レンダーも赤じゃないし無理じゃないですか。おいおいおい、もう進んじゃってる。ノーマルです、ノーマルでいきますね。とりあえずもう行くで、行くで、行くで、行く行く行く、ちゃんありがとう。 143.7 分の1を引き続けたらおい。で、ここですね、ここが指導口となっております。やり直しヒーター、やり直しヒーター 20% ヒーター、 143.7 分の1のうちの 20% ヒーター。いいよいいよ、もっとね深く下の方で引いてくれてもよかったけど、もうすぐ引いたね。で、あれね、やり直しだったらリセットなんですけど、あれが赤とかなら実は3000でしたとかあるらしいですけど、僕は今日それも見てみたい、いろいろなものを見るよ。で、ひらがなでガンツって書いてる保留、それがチャンスになる。嘘やろお前、ちょっと待ってこんなあかんって 20% こんな引いたら。あ、でも 80% ループやったら2連続で速落ちしてたんですね。あっぶねーって思いましょう、じゃないと心が潰れるからね。え、これ何がおもろい。え、これ面白い。え、おもろだ、おもろだ。うわー、もう怖いわこれ、この音。慣れる人おんのこれ。ブルティでもこれ入れとかな、ブルランドかな、ほとんど緑やろどうせ。おっ、来たよおい、話が変わりました、すいませんでした、文句ばっかり言って。いやあのね、精神がやられるんですよやっぱり、こういうことになっていると。これは話が変わった、もう赤ホレの時点で 75.5% ございます。あ、ごめんなさい、 75.1% でした。え、技術さんいった、いったね。あのガンツガンは構えないんですか。千手観音リベンジ、一緒のリーチやったらちょっと熱くなるとか、そういうシステムはないんですか。僕そこがあるのかないのかはまだ分かっておりません。ですが後半発展して保留変化するときにゼブラ保留になる可能性がございますからね、とりあえず当たってお願い。もストックもないんやろ今回。ちょっと赤保留外したら結構しんどいかも。赤タイトルでかい、これはでかい。で皆様には見えてないですけど、あー、ほんでテロップも赤、数字ゲーム数は赤くなっておりません。ですがタイトルテロップは赤。いや、このカットインでガンツーラッシュマジで出てほしい、最悪赤っすね、お願い。やばい、やらかしたかも紫は。でも最終ボタンが赤やったら関係ないから、俺はいけてると思ってる。271回転当たったまで言いたいね、千手観音やけど。うわよかった、激アツカットインが出ました、当たりましたね。271回転、心が死にそうでしたが当ててくれました。女の子たちが行ってきます、ありがとうございます。あっぶねー、あれラッシュ角とかないんですか、初めて見ましたけど。ラッシュ角でも僕はいいと思うんですけど、あんな可愛い女の子たちが途端に出てくるって。
271回転。ジャッジメントボーナスで5500円ですね。で38000円。え、どうする？じゃあ普通のチャンス告知でいきましょうか。このセグとか調べたら絶望やから、今日一日何も調べないでいきますね。チャンス告知、覚醒ランプここか。 OK、 わかった。いやーもうちょっとお願い、もう即…え、これ何これ、何これ、なんか一個だけ赤い部分がある。いやーちょっと待って、いや赤までいかない話じゃないやつだこれ。大丈夫、いける、最後の最後でレインボーも流れるやろ、どうせエフェクトは紫まで上がりました。ここからジャッジでした。初めてするので分かってません、許してください。弾は抜きます。ガンツのお玉を抜いた、玉男の気持ちも抜いたや。お、行くんや紫で強楽さん素晴らしいっすよ、紫を強くしてきた。さっき通常であったんで、とりあえず先読み圧モードにして当たったらまた変えます。カン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 、ええわ。ちょっと待って、ポッ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 、エアボロ。あーちょっと待って、これほんまにあかんかも。いやーちょっと待って、それはないわ。いや、いける、諦めてない。ガンツ回ってる回ってる、ガンツ回ったらいい感じになれへん。あかん、これマジでやらかしたな俺。向こうはテンパイしたらそれだけで確定で、先読みやつにしますが、先読みは来ないと思います。さすがにここで先読みを出すようなおしゃれなことはしてこないから、ただテンパれば当たり、そういう単純なゲーム性。残り1回、何がおもろいねこれ、おもろい、みんな、え、これ面白い、頭かゆー、え、俺死ぬんやけどこれマジで。はい、店内状況ですが、もうずっとこの状態です。メインがもうエヴァ、シード、永遠、ユニコーン、カラクリ、KD3、暴挙性で、花のゲージのスマパチ、ソードアートオンラインと、もう朝からずっとこの状態ですね。で、こちらのコースがいつも本当に満席ですので、皆様ぜひとも福島区イオン野田阪神付近のお越しの際はここから攻めてください。まずそれでもちょっとあれだなと思ったら、アマデジにも必ず大当たりはございますので、皆様どうぞ今後ともよろしくお願いします。以上、店内状況でした。ギャラいくらかな、押してみろ。うおー早いな今日。そこで来んの、180何回転、9回転、189回転やな。すぐメモせなあかんやこれ。ライブしてもよかったの、保留変わりますね。うわっ、当たった、おめでとうやって。しかもレインボーやから、これまたラッシュ額じゃないの。ダビデやし、当たりました。たまおちゃん覚醒見てみたいけどな。で残り1秒でプツンなんで、そこで覚醒なのか普通の卵なのかに変わるのかよく分かっておりません。どう思う、覚醒でしたね。やっぱあのタイミングで変わるんや。お詫びありがとういただきます。よかった、もうどうしようかなと思った、ほんまに。ちょっと待って、これ何発使った、125発やから、ちょっと待ってね、125発やから追加投資はなしです。それでは行ってきます。アップね、いやこれラッシュじゃないの、レインボーは。え、ガロ方式、いや分からん。え、あんなレインボー出しててさ、ラッシュなしとかある？まあ一発告知でいきましょうか、とりあえず。とりあえず一発告知でいきます。でこれで、ね、全部のラッシュの行き方は見せれたと思います。俺はこれいけてると思う、だからそう言える。あ、右になります、すいませんでした。え、これ何、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って待って待って、あと19個入って、おっしゃいった、やっぱりレインボーやった、よかった、これはよかった。あ、そんなすぐ来るね、俺結構ギリギリまで引っ張るんかなと思ったら、そんな真ん中で来てくれるいい感じのタイプでしたね。ありがとうございます。一発告知っていうか、なんか最
後ボタンでドンとかじゃないんや。面白い。ここまでは面白いんよ。ダッシュがやれないんすよ。ちょっと待って、ちょっとマジでメモさせて。3回目のラッシュ、もうええやろ、もういいやん。で、先読みはしない、先読みやつはしない方がいいかも、正直。ちょっと心が死んじゃうね。1なってよ、1なったらいい。60スーパーあるんですよ。とりあえずガンツ保留やね、ガンツ保留で、あと覚醒保留っていうのがあります。それ出た時点でもう3000発濃厚ですね。覚醒保留とか僕見たんやけど1回も見てない。今日こんだけ回してんのにもう80終わった。12から来たか、1から来てくんのかな、当たるときは。どうなんか分かってないですけど、とりあえずもう当たって 143.7 分の1をとりあえず聞いてください、お願いします。これスルーしたら結構しんどいで。ガンツ来た、33%。しかも女の子いっぱい来てる。エッチな女の子2人目、3人揃ったらすごい風俗。しんどい、やばすぎる、これはまずい。もうすごいチャンスを逃したと思う僕。残り50やねんけど、こいつやばすぎるやろ。え、そんな引かれへん。いや、ガガさんお願い、嘘でも落ちろ。あかん、俺これもう二度と落ちたくないかもしらん。ここでスルーしたらな、ここで当たってくれれば俺は許すけど、やり直してくれ。うわ来た、こいつあんま信用できひんのよ。え、直当たり行っていいよ別に、お願い。よしよし、3000やろこれは。だって残りこんなとこで当たったら2で終わるわけがない。俺は3000やと思ってる。あれ1000がよかった。V でした。よかった、でもとりあえずよかった。残り26回転。あーよかった。ヒロインブルブルモードいきたいと思います。僕がちょっとこの台気に入らないのは、ヒロインブルブルモード一期当選でもありましたよね。あのね、一期当選を見習ってほしいです。 OK さん、あれってあのキャラがこんな表情をするんやとか、アニメ漫画では見えない表情を見せてくれるんですよ。あのモード2回大当たりを右打ちで取って、やっと上位に行った、やっと君のこの顔見れるんだっていう、このね、なんて言うんですかね、好きな女の子と初めて部屋で一緒におるような感覚にさせてるのが一期当選のあのモードなんですよね。でもこのモードはちょっとね、雑にパクったなっていう僕の勝手な思い。当たり方はなんと両サイドからこの女の子たちが図柄でおっぱいを挟んでブルルンすれば当たりという、でその表情もね、漫画アニメで見たことある表情なんですよ。もっとエロい表情させてくれないと。多分ね、男性経験があまりない女性の方が関わっているのかなと僕は個人的に思いました。気合入れてくる、気合入れてる、気合入れてる、気合入れてる、分かった。でもな、これ赤やろ、文字当たるときは。青でも行くんか、見せて、オッケーさん。やり直し、またやり直し。 20% 3回目やねんけど。いや、文句言ったか、すいませんでした。641回転も回復してくれました、ありがとうございます。あっこからどう行くんやろうな、3000の告知って。とりあえず3連目これで。初当たり家で3連目、納得せえへんわ。 80% ループやったら押しました、そう思う。うん、1回目も言ったけど、そう思うのやってられへんから。3000を見たいね俺は。どうなるんか、ピーフラも聞いてないで。京楽さん、 OK さん売ってる時に当たってピーフラ聞かれへんのってダメージ倍になるんですよ。なぜならまた、あば、すいません、文句言ったらリセットすら来ませんね、すいませんでした。いや、この音を聞きに来てるまであるんですよ、勝ち負け。どうやった、覚醒ボタン、やった、3000、やった、やった、ヒートアップで。よかった。何時今、あい、これです、これを聞きたかったんですよ。ここに来るまで4枚死んだからね、僕のユキチは。僕のフックン4枚も殺したんですよ、その3000いただかないと。で、ここからが問題です。問題でもないけど注意点かな。で、まず1500消化します。で、2回目の1500獲得するときに、このスライド式のアタッカー作動口がパカパカするんですよ。で、これを知らなくて手離して止めてるとマジで損するし、ラッシュも死ぬんで、本当にこれは気をつけてください。
とりあえずプルルンもう一回行こうかな。覚醒保留で行っちゃったんで、プルルン見れた？僕下向いてたから見られへんかったか。俺のチンチンなら見せてやるよ。ちょっと僕ね、童貞チックなところあるんで。またいや、これ や, やった。俺3000に見えたわ。覚醒ガンツボーナス見た。覚醒出しちゃった、すぐ引いた。またか、2回引いてんね俺。また143分の1。父やばいやつは大体嘘つくから。わいー、こいつは信用できる。まだ1回も当たってないけど、今日だけ当たってブルブルしてる、ブルブルしてる。ほらだって一気当選と比べて全然揺れてないでしょ。だから俺嫌なんですよ。止まりますよね。そらあのね、マジでちょっと一気当選打って全部あげるやつ。何くれんので、ブルブル刺して1500なんやろ。いやこれは良くないやん。ブルブル刺して1500は良くないと思うんですよ。まあそういうモードにしてるお前が悪いやんけって言われたらその通りなんですけど。じゃあ次業先告知いきましょうか。通常時でもお見せしている、何度かお見せしているギャーンがであります。ここ入った瞬間ギャーン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 。いやリセットといい、もうリセットに切り替えました。あ、オッケーオッケー。なんやねんギョーン。これまさかリセットまでギョーンないと無理とかしてないよね。いやさすがにそれはしてないか。さすがにじゃセンス悪すぎますもんね。おあ1位。あ1位、あ1位でした。あ1位ギョーン来ました。ありがとうございます。出玉ありですね、ギョーンってなったんで。てかさ 55% マジで引かんねんけど。こんな引かん。俺覚醒ボーナス3回、すいませんでした、文句言ってすいませんでした。覚醒でした。ここで変わるんですね。失礼いたしました、申し訳ございません。うわ気持ちいい、頭ぶっ飛ぶわ。ガンツおもろ。通常時は確かに苦しい。で右打ちにスルー何回もしたら苦しいけど、ガンツ面白いね。すごい面白いわ。誰や、オッケーさんに天才がおるで。おっぱいそんな揺れんでいいわ。うん、なんか揺れすぎたら地上みたいやし。あとやってないのこれか、覚醒3000滝告知。覚醒ランプが光ると覚醒ガンツボーナスです。それ以外はリセットは1500ね。もう打っとくわ、止めてあかんと思う。あ、神々しくなるわ覚醒3000モードは。ええー、ねえ、ええー、なえー、やーやー。じゃあ俺こうここ見とったんやんか。いやこれあと一発、このここだけの大当たりを見せたいんです僕は。ガンツさんよろしくお願いします。にゃ、赤いで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 、じゃんじゃんやってくだちやって、何をすんの、いやらしい。あちんちん最大、嘘つくなよお前。あ、ちゃうわ、これ元からあるやつやった、失礼しました。ガーンガーン。いやリセットでいいんやけどマジで。うわ来た、俺が俺が俺が俺、リセットでいい、マジでリセットでいい、俺が俺が俺が、ちょ、ほんまにリセット、リセット。え、リセットもくれないですか。あんだけ引っ張って、いやここでリセットだー、もうしんどい。あそこでリセットやったら全然ありがとうございますって心の底から気持ちよく言えたのに。 143.7分の1、引かな死ぬよ。よっしゃー、これか、テンパって、でこれでテンパったら3000、引かってない、外れや、33%ぐらいしかないもん、死ね。あ、すいません、くじが悪くなった、すいませんすいません。あ、3回読んだね。よし、左に黒いいやらしい顔で止まった、当たりって決まってんね、パチンコは。めっちゃエロい顔したんですよ一瞬。多分皆さん気づかないんじゃないかな、俺しか気づかなかった、この子のいやらしい顔は。ありがとうございます。残り30回転アップで1500ですね、光ってないんで。3000覚醒にしてて光ってなくて当たった場合は1500ですね、ありがとうございます。で、なんとびっくり4枚まくりました、すいませんでした。すごい心が病みそうでしたけど、やっぱあんだけあのね、当たった思って3連してリセットリセット速落ち、心やむて、でその後当たった速落ち、心やむて、許してくださいね、すいませんね、本当申し訳ない。4枚戻ってきた、嬉しい。てかほんまに思った、これね、7つの滞在と1試合はリセット絡まさな続かんわ。いや3回、あー、ここのこの子真ん中だ、ダメっす、この子センター嫌いなんですよ、あの控えめな子なんで。
左が一番いいんですよ。左でちょっと誰にも分からへんようにいやらしい顔をするのが好きな子なんで、それはもったいないな今の。あ、え、なんなん、発光して何もないん。143.7 分の1いけるだけで幸せなんですけど、ミック3回目なりね。はい、あ、止まった。あ、にゃんや、あ、お前の席ちゃうね、逆や逆やって当たってた。もう全然やる気ない顔してるもん。そんな気持ちで私家来たんちゃうねんけどの顔ですね今の。1,2,4 テンパってくれへん。ここではなかなかテンパな思うで。だってテンパって当たりやもん。リセットは関係ないかもしれんけど、まあ、来ないよね絶対に。うわー惜しい、覚醒だけ見せられへんかった。めちゃくちゃ贅沢言うてる、一番バス出てんのに。でしたね。あの Z ガンでいったんか、70やったら行ってほしいけどな。え、ちょっと待って、先バレもボタンブルブルもなしで当たったんですけど、え、ダッシュじゃないんすか普通これ。ないよな。もうこれよね、これで当たってないからね。あれよ、75点でこれ1500の可能性ありますよ。全然3000はないにしても当たるのはあると思う。 75% いってくれ。 OK、 これほんまに振り分けに左右されるわ、ほんまに。あの、面白い面白くないわ、この連チャンすることもそうやけど、振り分けで結構感情が左右される、怒ってるっていうのもある。あれ3000いかったわ、ここもうやば。あ、ごめんなさい、ガッツクソおもろいっす。あの、今この覚醒見た時点で、あ、これクソ面白いと思いました。ごめんなさい、あの、プライベートでも多分また僕打つと思います。めちゃくちゃ面白いわ。あかんわこれ、面白い、どうしよう、癖になっちゃう。あれ、これプラったぞ俺。だってこれでさっき使ってた分が戻ってきて、その時点でプラスやって、また1500プラス上乗せしましたね。覚醒バーンって、うわ、エクイーノ来たやん。いや、これだけであれですよ、俺もうジャグラー打たんとくわ。エグいわこれ、これエグいわ。だってこれで6000発で7500発ですよ。ライトミドルじゃないやん。で、さっき3000引かれへんかった分がめちゃくちゃ収束してきました、いきなり。で、今も39回転でユニコーン打てたらフロンタル来て終わってるんですよ。え、すっげえ簡単なラッシュに思えてきたんですけど、だから考えようなんですよパチンコって。そのスロットもそうやけど、80回転で 143.7 分の1なんか引かれへんは無理ゲーやろこれって言うてる人はちょっと頭が足りないっすね。だから考えよう考えよう。はい、10ですね。テンパりません。テンパった当たりと言いつつテンパるんじゃない君は。441惜しいな、横テンパやったらあかんねや。イサシはあかんで、イサシはが2ゴロ、2ゴロはあるやな、2ゴロもテンパ寄って出るわ。テンパしていいよ、はい止まれ、はいコマーシャル。ムニゴでした、ムニオンゴでしたね、失礼しました。いい感じ、どこかやねん、あ、どこかね、失礼しました。いい感じですよね、これだけ連チャン増えたらいい感じだと思ってます。僕もありがとうございました。7965玉、最高です。はい、ガンツ覚醒ラッシュ180を打たせていただきました。投資の方が9625玉、回収15050玉、プラス5425玉の大勝利となりました。パチッ、ありがとうございます。いや、まさか正直4枚目入れた時は勝てると思ってませんでした。あ、どうせ5枚目6枚目いくんやろうな、でターン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 って食らうんやろうなと思いましたけど、53パーにただ本日は恵まれましたが、これを打って多分5連単の人もいると思うんですよ。もう自己判断しか言えないですね。おすすめはできません。月ですごく勝っててちょっと勝負したのかって、もうミドル怖いなっていう時には最適だなという台だと僕は思いました。それでは皆様、次回またお会いしましょう。さよなら。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で、今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ、これ来たから。